ね、今日は斉藤先輩に日頃聞けないことも含めていっぱい聞きたいと思います。そうだよね、はい、逆に言うとだからこうやってこうたっぷりこう番組とかで喋るってことあんまないんですよね、はい、リサちゃんと喋ったのは1回ラジオで対談した時ぐらい それぐらいですか、はい、うん、そうそうそう、すごい近いイメージがあったんで、はい、あなんかあの田淵と仲いいイメージがあるから、うんうん、そうですよね。で田淵が結構厄介なやつで厄介です。で同じメンバーは仲良くしていい人は1人だけだっていうなんかあるんですよ。あ、そのお笑い芸人みたいな、うん、そうですよね、なんか芸人ポケットの会だったらツッコミでは飲みに行っちゃいけないとかね。そうなんですよ、あるんですね。だから本当は仲良くしたくてもできない人が何人かいてその中の筆頭なんだよ別にいいじゃん全員仲良くせよ別にさ。まずはね、斉藤さんについてお話ししたいと思います、はいはい、まず斉藤さんは2008年3ピースロックバンド、うん、ユニゾンスクエアガーデンのボーカル&ギターそしてデビューしました。はい、このユニゾンが来るきっかけっていうのはもう例えば同級生とか。同級生ですね、はい、僕と田淵が高校大学一緒 で田淵とドラムの高尾が小学校一緒 でドラム叩けるやつがいないからあの他校から引っ張ってきたっていう感じですね。どうやって他校で見つけたんですか。なんか小学校一緒の鈴木ってやつがドラム叩いてるらしいよみたいなのが、はい、わかんないですけど同窓会とかで聞いたのかな、で呼んできてで叩いてみたらめちゃくちゃうまかった。へえ。これお笑いもそうなんですけど、だって同級生で組むんですけど、なかなかこれがすげえやつ同士がたまたま近くにいるってことが、うん、相当天文学的ラッキーなんですよね。あ、まあ大体どっちかなんですよ。バンドとかだとさらに人数も多いじゃん、うん、しかもユニゾンは全員なんか変態的な人多いじゃないですか変態的にうまい、うん、でもしかもね、まあ、田淵さんももちろんその挙動でやっぱりみんな意識はいきますけど、うん、まあ、トラム高橋さんも本当になんかもうこの手数とか見てても本当に僕後から言いますけども、あのカオスのなんだこれっていうことをやって、しかも実は一番また大変なのがボーカルで、あギター弾きながらやってる言葉数もそうだし、急になんかラップ的な部分も入ってくるし、はい、なんかこれよくいましたね、その3人が会った瞬間にあこれは絶対組むなって思ったんじゃないですか。もういや、あの友達じゃないんですよね、なんか最初が友達じゃなくって、あの音楽好きなやつが周りにいなくって、でも隣のクラスの田淵ってやつがあの結構土日にライブハウスに遊びに行ってるらしいみたいなの聞いて、一人挟んでもらってあの3人でライブハウス行ったりとかそういう仲だったんですよ。だからあの音楽やってる時だけ仲間みたいな感じだったので、それが未だに続いてる感じですね。それもまた奇跡的ですよね、うん、音楽で光り合ったんですよ、まさに。音楽がなかったら合わなかったですもんね。そうですね、はい、それがこうしてずっと続いてくるっていう、うん、リサーチ的にこのユニゾンは、まあ、名曲いっぱいあって困ると思うんですが、好きな曲というか。いや、私やっぱ音の場が大好きなんですけど。あ、歌ってくれたやつだ。はい、一緒にその音の場をね、うん、一緒に歌わせてもらったんだけど、うん、でもその中でもこうたまにライブで聴けるスカースデイルが好きです、うん、で、それをこう見たら、うん、あの田淵先輩の楽曲をバーって並んでるのに斉藤さんの楽曲で驚いた記憶がありますね、うん、そう、あのユニゾンで2曲だけ僕が詞曲を作った曲があるんですけど、ライブで聴いてなんかやっぱりその先輩の中の先輩の楽曲がたくさん並んでる中に、うん、この曲がこうポンってたまに入ってくると、うん、すごくこの曲だけすごくこうなんだろう爽やかに聞こえるって言ったら、はい、なんかこう先輩の中にこうちょっとこう悪が強いな。ラーメンの曲は本当、はい、ラーメン二郎みたいな曲ですからね、やっぱりね。いや本当にすごいじゃないですか。そう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 。でもしつこくないんですよ。だけどもこんなにマシマシでいいのかっていう曲も多いから。うん、でしかも割と初期の楽曲ですよね。2011年か、10年かな、そのくらいですね。はい、きっかけは何だったんですか。きっかけは新しい風吹かせたいと思って。うん、今まで田淵がこう固くなに曲を作ってっていう感じだったんですけど、はい、なんかぶっこんでやろうと思って。じゃあ最初から田淵さんは作ってる、最初の初期から。初期からずっとそうですね。だから初めてその人に聴かせた曲かもしれないですね。そうなんだ。へえ。なるほど。どういうところが素敵なんですか。やっぱり斉藤さんが自分の言葉で自分自身の楽曲を歌ってる姿っていうのがやっぱそのユニゾンの中で見られるっていうのはすごく嬉しいですね、はい、そっか、やっぱりね歌詞とかってよく書いてある口癖も入ってくるじゃないですか。うん、あ、そうかもしれないですね。よく書いてある、ね、はい、そのだからよくあのコントの台本は2時間でもすぐ覚えるのに
人のドラマの台本は人形が覚えられないんですよ。わかります、はい、自分の口じゃないんで、うん、やっぱり、ね、作詞するじゃないですか、うん、やっぱり口が自分で合ってる歌詞とかっていうものにこうピンとこうピンとがあったかもしれないね。あ、その中でだから来年結成が20周年ですね。うわ、もう20周年なんだ、すごい。若いから見た感じが、3人で増えるわけでもなく減るわけでもなく、そう、ずっとやってますね。それもすごいですよね。ねえ、うん、音楽やっていくといろんな可能性もあるしアレンジもあって、うん、もう気も増やしたいなとか思ってたりするじゃないですか。あの一番最初はギタリストを入れるつもりでいました。一番最初は自分歌だけでにしてっていう、ギターボーカルでもう一人リードギターが欲しいと思って、あ、なるほど。で大学1年生の時に結構いろいろメンバー探してスタジオ入ったりとかしたんですけど、なんか気持ちよく歌えなくって、俺の方が弾けるみたいななんかあってで結局3人になったっていうのがあって、その時にでも決めましたね、もうずっと3人でやっていこうっていうのは。ギターボーカルをするバンドもたくさんありますけど、ユニゾンみたいな曲は基本ギターボーカルしないですよ。しかもあんな難しい曲をリードギター弾いてますから。いや、それはね、普通にバッキングだけだったらまだ100歩譲って、ね、伴奏してないですよ。主奏してるんですよ。あ、でもギターソロは歌の休憩時間だと思ってますよ僕。休めるってだからめっちゃ弾いてるみたいな。ギタリストそれ一本で言ってんだよからいや、すごいなと思って。あれをだってリフと メロディー、まあもちろんね、そんなのはもうプロだからいけるよって言われてもあれかもしれないけど、本当僕は弾けないから、あれがよくできるなっていうね。その中でやっぱりイサッチが気になってるというか、やっぱり歌声という、ね、本当にずっと変わらないですし、うん、昔の楽曲から今の楽曲まで、なんなら斉藤さんずっと進化されてるから。ありがとうございます。どうやって練習してるんですか？俺が聞きたいいいじゃん、喋って喋って、もう俺がいない、俺卓球やってっからあっちで。あ、そうですね、卓球やってっから、ちょっとさ、この2人の喋るの見たいのよ。練習してますか？もう田淵先輩の楽曲を体に馴染んで、こう自分の曲みたいに歌えますか？でもライブを絶えずやってるから、それがもう練習になってるのかもしれない。なるほど。かな。もうパッと聴いてすぐに歌える曲じゃないじゃないですか、全部。そうですね、はい。もうその時にはもう結構わーって思いながらガンガン家で練習するんです。あんまりしない。どうなんだ、あんましない、すごいな。レコーディングで作っていく。そうですね、レコーディングで作っていく。多分僕の印象だとリサちゃんの方がよっぽど練習してる。私は練習してます、うん、めちゃくちゃ練習。それこそゼップ名古屋でツーマンした時に、はい、楽屋が隣同士なんですけど、その漏れ聞こえる練習がめちゃくちゃ上手くて一緒にやりました、ね、なんだこれって話を聞いてるとずっと歌ってて、ね、もうそんな歌ったら声枯れるよみたいなのも、ノックしようかなと思ったんですけどそう、劇団四季が弾いたっていうくらい練習してる必ずライブがあるとその日10時間寝るんだっけ。はい、きちんと寝ますね。絶対寝るらしいです、はい。打ち上げ絶対行かないんですね、はい、行かないっていう。いやだからそれと比べちゃうと、もう踊ってることなんてもうお遊びみたいなもんね。お遊びじゃ全くないけど、もう本当ユニゾンもそうですけど、うん、ユニゾン先輩もやってるし、ソロもやってるし、うん、テンテイティもやってるし、うん、いろんな活動をすごくたくさん、こう、うん、なんならスケジュール毎日ライブしてんじゃないかぐらい、うん、たくさんライブされてるのに、ずっとこれだから涼しげにね、ひょうひょうと。確かに、そうそうそう。あ、でもめちゃくちゃ好きで、うん、特にギター弾くのとかは、うん、だからスタジオの練習とかでこう疲れて休憩してる時も違う曲弾いてたりとか、そのギターの休憩でギター弾くみたいな。やべ疲れたっつって違う曲弾いてるんですね。そうくらい音楽はそのやるのが好きだから、だからあんまこう練習と思ってないことも結果ステージに出てるのかもしれない、うん、ずっと考えてるんですよね、うん、よく言われる天才って1万時間そのことを考えれば誰でも天才になれるっていうぐらい、やっぱりずっと音楽のことを、だから休みの日何してんのって言って、音楽ですかねってことですよね、簡単に言うと。そうですね、うん、きっとそこなんでしょうね。あとはまあ自分でこう歌ったのを何回も何回も聞いて、これ好きだなとか、あ、これいいなっていうのを染み込ませていく。そうするとこう自然とそれが歌えるようになっていくっていう感じかな。だからあんまり練習らしい練習はしてないです。そっか、だから調整ですね、うん、なんかこう自分の楽器と自分の楽曲の調整をずっとしてるっていうか、
調律というか、もうエンジンは強いから、うん、まずこれ、ね、あの大元持ってるエンジンが必要なんですよ。でエンジンが強いんですよもう、うん、きっと。だからそこの中でこう調整をずっと考えてる、うん、逆にさボイトレ系とかは週何回とか決まってるの？私は週に1回行ってます。必ずけど自分でも結構毎日声出してます。毎日やってる、それ家でやるんですか？はい、家でやります。家でやったりスタジオ行ったり、うん、はい、で動きするのでボディートレーニングは、うん、ボディートレーニングは結構行ってますね。結構でも毎日、週2でピラティス行って、うん、週1でキック行ってます。すごっめちゃめちゃストイックじゃないですか。 UFC の選手ですよMMA の人。いや本当キックは何がいいんですか？私はその、うん、すごく動き回って歌うので、うん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 、だから有酸素としてやっぱこう自分が歌いながら動いてるみたいな感覚になれる、うん、はで、あのボクサーがキックボクシングやるともう1ラウンド持たないんですよ、うんうんうん、やっぱキックってものすごいパワー使うんで、はい、だからキックボクシングって3ラウンドとか多いんですね。ボクシングが14ラウンドとかあるので、うんうん、だからそういう意味ではすごいパワー使うっていうのも知ってるけど、会うたびにやめてくれと休めっていつも言ってるんですよ。もういいから一旦って。わかりますね。ライブ見ると思いません、うん、このままちぎれるんじゃないかって。本当にもうこんなしてくれるんだっていうその感動が。そうか、リサちゃんのライブはすごくあるんです。確かにそうですね、その感想が一番近いですね。そんなしてくれるんですよ。あとそんなしないとこれってできないんだっていうなんか諦めみたいなものも同時に生まれますね。あ、なるほど、諦めてるの、うん、同じその歌う身として、あ、ここまでしないとこれって出ないんだっていうものと、僕結構毎週末ライブしてるみたいな生活が続くんで、うんうん、毎週末そんなこう自分を追い込んでみたいなことは多分できないなって思うと、じゃあ自分のやり方を見つけようっていう風になっていくので。そっか、僕らからするとね、両方ともストイックな意味だったよね。いや、そうですよね、すごい。斉藤さんはだってもうなんか1から100まできちんとさしてるから、そのライブの作り方もそうだし、歌もそうだけど、練習しないかもしれないけど、なんかもうそれが完璧にできるスケジューリングになってるっていう か、 なんかご自身の中で。朝何時起きるんですか？めちゃくちゃ弱いですよ朝。ダメですか？断じ10時寝れる限り寝てますね。そういう系。あの、斉藤さんダメなとこ見たことないですよ。いやいやいや、寝坊とか。寝坊とか全然ある。そう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 、斉藤さんの悪い話も聞いたことないし。いやいやいや、人殴ったとかあんま聞かない。そう、なんかない。短い棒で人をついたとかあんまないんだ。ないないないです。足踏んだとかもないです。ないんだ。可愛いなおい、悪い悪い噂、可愛いなおい。でも夜じゃずっと朝まで行っちゃうタイプとか。そうですね、あの一人の時間がすごく好き で、 お酒も毎日飲んだりとかしてるんで。一人で、はい、ね、お酒飲みながらギター弾いてるの？弾く時もありますし、あとお笑い番組録画してたのみたいな。いやもう普通の親近感が湧きますね。最近ハマってるお笑い誰ですか？うわー、誰だろうな、難しいな。ピコ太郎さんですかね。シンガーソングライター。あの歌手ですか？そうです、お笑いやったことないですよ。あ、失礼しました。バラエティ番組は緊張するって言ってましたよ。とか笑いも好きなんだね。大好き。でも MC やんないですよね、ライブは。やらないですね。もう喋ったら。